メリウェザー・ルイス・ウォーカー准将メリウェザー・ルイス・ウォーカーは、アメリカ合衆国の軍人、技術者である。1893年に、陸軍士官学校。1896年に、工兵学校を卒業し、陸軍工兵隊に配属。1912年から1914年にかけて、陸軍野戦工兵学校の校長。 1914年から1916年から陸軍士官学校で実践軍事工学の教授を務めた。1916年から1917年まで続けられたパンチ呼び備舎遠征軍のチーフエンジニアとなり、1918年から1918年において第一次世界大戦のアメリカ派遣軍でチーフエンジニアとしてフランスに派遣された。 1919年から1920年はアメリカ陸軍大学校の教官を務め、1920年に大佐に昇進した。1921年からパナマ運河の保守管理担当者になり、1924年10月から1928年までパナマ運河地帯の総督を務めた。運河の交通量は彼の在職中に増大し続け、拡張の必要性を予見した。 1925年に、イリノイ州選出の会員議員のマーティン・ビー・マッテンを伴って、ジャングルの奥地にある貯水池の建設可能地を訪れ、後の1936年に、マッテンダムが建設された。ありがとうございます。